はい皆さんこんにちはえー、っとカレージ・オブ・デュ・ページで教えている、えー、札谷慎吾です今日は、えー、アイデンティティユニット2のアイデンティティの中で、えー、イングループとアウトグループっていうコンセプトを使って、えー、一緒に勉強したいと思いますよろしくお願いしますさて皆さんは私のことをあるいは僕のこと誰って考えたことあるかな えっと私が家族それとも友達それとも仲間それとも先輩ここにはないけれどここの他にまだ後輩もある,あるよねそれで、えー、っとまず私って誰かっていうことを考えた時に内と外というコンセプトを使って考えてみたいと思いますそれでそのコンセプト知ってますか まず、えっと、日,本に日本だけじゃなくてアメリカにもあるしどこにでもあるんだけれどもとと外というコンセプトがあります。それで、えー、皆さんがうちの人にうち、えー、にいる人に話す日本語とそれから外にいる人に話す日本語が同じだろうかどうかっていうことを考えてみたいと思います。でまた皆さんが知っている敬語と関係があるかもちょっと考えてみたいと思います。 さて、うちってどこそれから外ってどこでうちっていうのは誰がうちにいて誰が外にいるんでしょうかでまずうちっていうのは私がいるところがうちですで私がいるところじゃないところそれが外ですでその自分のいるところが外なんだいないところが外なんだけれどもそれが、えー、いろいろと変わります一緒に考えてみましょう すぐににかりそうなと外についてて考えてみま,しょうまず自分の家族と友達の家族この場合自分の家族が家で友達の家族が外ですまたその次に自分がアルバイトをしている店の店員とそれから他の店の店員この時は自分がアルバイトをしている店の店員が家で他の店の店員が外です で同じ大学の学生あ同じ大学の卒業生とそれから他の大学の卒業生もちろん高校生でもいいですがその時は同じ学校の卒業生がうちで他の学校の卒業生が外っていうことになりますまこれすぐに分かりそうなうち、えー、と外ですちょっと分かりにくそうなうちと外についても考えてみましょうこれはえー、っと文化イベントで 同じ高校の生徒とそれから他の高校の生徒とそれから大学生この3つのグループがある場合それから自分の高校の生徒と他の高校の生徒と先生たちこの3つのグループを考えるときそれから自分のサークルのメンバーと他のサークルのメンバーというこの2つのグループの時これは一体どれがうちでどこが外なのか。 そうすると、えー、例えば他の高校の生徒が外の外にいる場合もあるし他ののののの高高校校生生生徒徒ももも自分うちちで、大学生たちが外の場合もあります。次に自分のサークルの中で自分と同じ学年のメンバーと他の学年のメンバーこの時は多分自分の学年の同じ学年のメンバーがうちで他の学年が外ですね。 同学年で同じホームルームの生徒と他のホームルームの生徒この場合もおそらく簡単には同じホームルームの生徒がうちですけれども例えば、えっと、他の学年が関係してきた時にはどちらのグループもうちに入ってしまう場合もありますだから少し分かりにくそうですねでうちってどこか外ってどこかさっき話しましたねでうちの人と外の人に話す日本語が同じかどうか ちょっとと考えてみたいと思い思ます。で内と外っていうコンセプトとそれから日本語の表現の例を4つほど考えてみました一緒に考えましょうこの中に家族に関する言葉例えば自分の家族と他の人の家族それから、えー、やりもらい表現っていいますけれども、えー、くれますとかあげますとかもらいますとか習いましたよね そういうい表現それから、えー、デスマスで終わるような表現とそれから、えー、っとショートフォームとかプレインフォームとかいう形で終わる表現これを丁寧語に関する表現それから皆さんが知ってる敬語ですねいらっしゃいますとか行きますとか参りますとかこういう表現ですねでこれについて、えー、一つ一つ見ていきたいと思いますさて えー、家族に関する言葉の例ですが自分の家族の時は母とか父とか姉とかおじこういう言い方をしますけれども他の人の家族の場合はお母さんお父さんお姉さんそれから特に、あのー、奥さんとか息子さんとかそういう言い方「さん」がつきますよねで。それによって他の人の家族っていうのが実は外にいる人のことになります。 例えば家族が集まるパーティーで A さんと B さんがの家族が会話をしています。A さんが僕の妻と息子です。で B さんはその,あの妻と息子を見てですね奥さんも息子さんも英語がお上手ですね。そうすると奥さん A さんがあの方が奥さんですかで B さんはいいえそうじゃないです。私の妻はそこにいますよ。 こういうふうにや,やり取りをしたときにさて質問です。A さんと B さんはんのことを息子と言ったり息子さんと言ったりしています。どうしてですかこれはあの B さんが、えー、外にいるからそうすると外の人には息子さんというさん付けをするとそれからワイフのことはっていうことになってくると。 えー、奥さんっていうことでわかるように奥さんっていうのが、えー、他人の人の、えー、いわゆるワイフ、ね、それから自分のワイフの場合は妻という言い方になっています。ここで言い方が変わっていることが分かりますね。さてやりもらいですけれどもあげるとかもらうとかくれるですけどこの時はまず。 えー、ここにいる四角に入っている A さんと四角に入っている B さんがいます。でこの丸が、まあ、プレゼントか何かですね。そうすると、えー、このプレゼントが A さんから B さんに移る時これは A さんが B さんにプレゼントをあげたと言います。で同じように今度は B さんが A さんにプレゼントをもらった。で今度は A さんが 私三角になってますけど私にプレゼントをあプレゼントが動く時この時は A さんがプレゼントをくれたと言いますということはこのくれるという言葉は私つまり私のうち外からうちに来るときに使う言葉さっきのあげたは えー、外から外に動く時に使いますところが今度この A さんから私の母ですね私の母にプレゼントが動いた時この時も実は A さんが母にプレゼントをくれたと言いますで「もらった」の方は同じですけれどもこれでわかることは お母さん、つまり母ですね、私の母は私と同じ、えー、うちの人、うちの中にいるということがわかります。ところが、このうちのなる中にお母さんも、お母さんの方から私に何かプレゼントが動くとき、この時は母がプレゼントをくれたと言います。ということは、お母さん、私の母なんだけれども、お母さんは、 外ににいいるととうことになりますで外から内に動く時にくれたっていうことを使うということがわかります。で今度やりもらいの表現の例ですけれどもそうすると A さんと B さんがクラスは違いますが友達です。それで A 君が昨日 C 君がくれたゲームつまらないから明日 D 君にあげるんだ。b が C 君はどうして A 君にくれたのかなでも D 君にくれたら同じクラスだし僕は D 君に借りようかなそうすると A 君がええー、?B 君持ってなかったのじゃああげるよこの会話を見たときに質問 B さんのアイデンティティについて考えてみましょう1番どうして B さんは A 君にくれたと言っていますか 2番どうして B さんは D 君にくれたらと言っていますかまず1番について考えてみましょう A 君にくれたっていうことは B 君は A 君とうちにいることが分かります分かりますかあので、えー、C 君がくれたと言ってるで C 君は外にいますそれで A 君にくれたっていうのは A 君がうちにいますそうすると B 君と A 君がくん ににいることになりますで今度は D 君にくれたらどうして言ってるかっていうと今度は B 君は D 君も仲間に入っています。家に入っています分かりますすかかりところがもしこれが D 君にあげたらとなると今度は A 君と D 君があげるということはつまり外から外になるので D 君が。 外にいることになります。でも今回は D 君にくれたらだから、えー、D 君がうちにいるというふうに、B 君は D 君に対する言葉でくれたらとかあげたらを使うと、うちとか外とかを移動させることができます。さて、次は3番目の丁寧語です。定語例を見てみましょう。A さんと B さんと C さんは高校生です。文化祭で初めて会いました。 で A 君がどのサークルに入っていますかそうすると B 君はアニメサークルです。C 君は私はテニスサークルです。そうすると A 君があ私もテニスサークルよろしくね。C 君がああそうなの一緒だねよろしく。で A さんは今度 B さんにアニメサークルではどんなことをしますかそう C さんは。 B さん私の友達もアニメサークルにいますよ。で質問 A さんにとって B さんや C さんはうちにいますかそれとも外にいますかでどうしてでしょう最初は、えー、みんなわからないので A さんは「入っていますか?」ますで話していますで B くんも C くんもどちらも「です」で話しているので みんななな丁寧な言い方になってますねで今度はところがテニスサークルってことが分かったところで A 君はあ私もテニスサークル今度は短い、えっと、プレインフォームで話してますねということで、えー、A 君は C 君と同じ内側に内にいることになりますそうすると C 君も同じようにショートフォームで話して 内側に私のうちにも A さんがいるということをあ同意しています意見が同じっていうことですねで今度は、えー、A さんは B さんはアニメサークルではどんなことをしますかと言ってますそうすると、えー、マスで言ってるっていうことは B さんが A さんの外にいるっていうことになりますもちろん C さんも同じようにマスを使って外にいるっていうことね 今度は A さんと B さんが家にいて C さんが外にいるというような関係になります次に、えー、敬語の表現ですけど敬語にはいろいろありますねみんな習ったと思いますが食べますっていうのは召し上がりますこれはあの尊敬している言葉で自分をへりくだっていう言葉はいただきます私がいただきますという言い方をしますこちらにあるのは全部、 私が自分を減り下っていう言葉。こちら側は、相手の人を尊敬して言う言葉です。で、これについてちょっと考えてみましょう。A さんと B さんが仕事の話をしています。A さんが、もしもし、B さんですか。今日、うちの C がそちらに参ります。そうすると B さんが、それは C さんに申し訳ないので、 私がそちらに参ります。そうすると A さんは「では何時ごろいらっしゃいますか?」。B さんが、2時ごろ参ります。で電話の後、A さんが同じ同僚の C さんに話します。「君が行くって言ったんだけど B さんが2時ごろ来るって」。さてここで質問です。 A さんと B さんと C さんの関係はどうなってるでしょうか ?2 番目 A さんにとって誰が家にいますか誰が外にいますかちょっと考えてみてください。これを見ると、えー、A さんは B さんに電話をかける時に、えー、敬語を使っていますね。特に「参ります」ですから「へりくだ」って言っています。 えー、しかも、えー、C さんと言わずに C がと言っています。3もつけていません。そうすると A さんと C さんが、えー、A さんのうちにいて C さんがうちにいてそれで、えー、B さんは外にいることが分かります。でもちろん、えー、B さんもそれが分かっているので C さんに申し訳ないので私が参ります。これ敬語を使っています。それで今度はは A さんは B さんを尊敬していらっしゃいますか、とを使っています。で、もちろん B さんは、謙譲語の参りますで答えています。ところが、電話が終わって話す時には、ここには B さんがもういないので、A さんと C さんの間だけで話している時には、B さんへの敬語は使わずに、そのまま行くと来るを使っています。こういうふうに敬語の表現の中で、 うち、えー、と相当を使い分けているということがわかりますさて最後なんですけれどもこの敬語の表現なんですが例えば日本にいるといろんな、えー、方言もありますで、方言の、えー、中にもこういうことが反映しています僕はあの京都があ自分の生まれたところで京都の出身なので 関西弁あるいは京都弁を話すんですけれども京都弁の中にも例えば皆さんも聞いたことがあるかもしれませんそれは例えば、えー、外の人から「お母さんいらっしゃいますか?」っていうのをまあ、京都の場合は「えー、お母さんいりますか?」「お母さんいはりますか?」というように「い張りますか?」というような動詞を使います。 でこの「いはる」っていう言葉は尊敬語ですだからあの方言の中にも尊敬語がが入っているっているとうことがわかりますだからおそらく京都だけじゃなくていろんなところでそういうことがあると思いますさて皆さんの言葉の中あるいはひょっとして他の言葉の中にもいろんなあの表現があると思うんですがそれも皆さんで考えてみてくださいで こうやってこのコンセプトにね内と外のコンセプトに関する日本語の使い方がたくさんあることが分かりましたどうしてそうなんだろうどうしてたくさんあるんだろうっていうことを考えてみましょうで、えー、答えの一つは多分、えー、日本語を使う、えー、人たちが内と外の関係について 大切だなぁと感じているそして社会の中でうちと外の関係っていうのが大きな役割を持っているっていうことが多分わかると思います。ぜひこの言葉の使い方を考えながら皆さんがうちにいるのか外にいるのかそしてまた自分をうちほの人たち自分の友達 B さんや C さんをうちに入れたり外に入れたり。 することが、えー、日本語を使う中で自由にできるということそれについてもちょっと考えてみてください是非、えー、これからも日本語を頑張って、えー、内と外の使い分けできるようになりましょう今日はどうもありがとうございましたまたどこかで会いましょう Thank you